皆さんどうも、フカルのゾーン日本一の旅、いつもご覧いただきありがとうございます。ということでですね、今回急遽なんですよね。今時間がですね、夜の7時ぐらいですかね、19時ぐらいなんですけども、今日はですね、この僕のチャンネル、初めてのゲストということで、お一人スペシャルゲストをお呼びしました。同じね、音楽仲間で、まあ、結構仲間大事にするタイプなんで、お付き合いしていただく方を紹介したいと思います。それでは紹介します、上杉さんです。どうもよろしくお願いします。テンション高いじゃん。やってまいりましたよね。やってまいりましたね。このツリーもましたね。このツリーもしっかりもうね、もうドレスアップライトアップされてね、今日はですね、札幌ビール園のジンギスカン、本当に美味しいんですけど、それをですね、動画に撮っていきたいと思います。それでいってみましょう。せーの、レッツゴー。でっかい煙突がね、またいい味を出してる、象徴ですよね、札幌ビール園。はい、到着いたしました。こちらでございます。これね、こういう向きかな、こうだね。これね、僕の影が映っちゃうけど、札幌の北海道のマークになってるんですね、これですよね。はい、札幌ビール園には会場が3つあります。トロンメルホール、ライラックホール、ケッセルポペラ館、この3つの会場があるんですが、僕たちは今回ライラックホールで3種味付けジンギスカンの100分、食べ放題のみ3400円のコースでいただきました。トラディショナルですね、ザ・ジンギスカンの元祖ジンギスカン。お肉、北海道民はみんなね、大好きな、小さい頃食べてる、家庭で食べてる。で、こちら生ラムですね。こちら生ラムですね。はい、こちらがハーブ、ハーブ、こちらが辛味噌みたいな、辛味噌。こういうラインナップだったんですね。最高、アレさん、ありがとうございます。はい、じゃあですね、いただきます。先じゃあいただいていいですか。申し上がっておりますよ。トラディショナルね、玉ねぎ、うわ、いただきます。お伺いしますね。はい、うまい、うまい、これやばい、うわー、来た、おいしさ、うわー、うー、このお肉ね、この生かされた思い出がありますか。しっかり、あ、油、油入ってる、油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 、はい、あ、金髪でお願いします。
声が出ないわ。声にならない。声にならない、うん、最高ですね。じゃあもうじゃんじゃん焼いて食べていきましょう。どうすか、どうすか、いや、たまらない、最高、全部うまい、本当に美味しい。しかもこの担々麺の、担々麺はさすがに食べれないけど、ちょっとスープが飲みたくて、担々だけ頼んで、担々スープだけ頼んだら、あの麺抜いてね、持ってきてくれてる。ありがたいですね、親切で。お疲れ様でした。お腹いっぱいになりました。言葉にならない。まあ、ジンギスカンのお店いっぱいあるんですけど、間違いないですね。札幌ジンギスカン、あの札幌ビール園、間違いなし。さすが札幌歌ってるだけあって、美味しい。サイドメニューもめちゃくちゃ美味しいです。ぜひ、ぜひぜひ、あのね、タコの唐揚げと、あとイカの山椒漬けと、あと担々麺があるんですけど、そのスープだけっていうのは卵スープだけなんですよ。で、なんか今日はちょっとこう辛いの飲みたかったんで、あのそこあのスタッフの人が気を使ってくれて、麺を抜いてスープだけ持ってきてくれたんで、とても良心的なお店です。ぜひ皆さんお越しの際は来てみてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。